平昌の国境付近で交通事故がありました。女性が運転する軽自動車の単独事故です。すごいぶつかるんですけれども、ここにぶつかってるんですけど、あ、ここに結構ぶつかっちゃうの、あ、そうですか。それも女の人ばっかり、まあ、危ないんだってこれ、私ね、ほら、知ってるからいいけどさ、でもあの人も今日で初めてではない、ずっと撮ってる、何回も撮ってる道だとか言ってた。暗闇に急にこれが現れる感じな、そういう感じするよね。だからここら辺もうちょっと明るいがいいのよね。現場は見通しのいい直線道路になっていますが、街灯がないために、路上に突然電信柱が現れるような状況だったそうです。弘前消防署は東署から救助車1台と救急車1台を出動させました。